武田塾の参考書オンラインストアがついにオープン。その名も逆算 .com。 参考書ごとにレベルが書いてあります。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾長の中尾です。こちら水本高校社長清水です。この動画をご覧の皆さんはグッドボタン、チャンネル登録お願いします。お願いします。林先生、はい、今回なんですけれども、武田塾って全校舎であのブログ書いてるじゃないですか。書いてます、うん、校舎の紹介とかじゃなくて純粋に武田塾あんま関係なくみんなが見たい記事を書いてて、はい、めっちゃ見てる人がいる記事ってあるじゃないですかそうですね。で今回やっぱそのみんなも気になる情報多いんじゃないかなっていうのがやっぱあるんで、うん、結構よく見られてる校舎の、まあ、5校舎、はい、その中の人気ベスト3の記事、計15の記事を一気紹介しちゃおうかなと、はい、まあ、気になった人はねぜひねページ行って見てもらえればと思うんですけれども、うん、まずね一つ目からいきましょう、はい、まず一つ目の校舎は溝の口校ですね。溝の口、はい、記事が3つ今ねこちらに表示されていると思うんですけれども、はい、はい、溝の口校の記事は、大学受験補欠合格から受かる確率どれくらい可能性はあるのという記事が1個目です ね、 ね、はい、うん、2つ目が共通テスト。共通テストリサーチとは判定って信じていいの、うん、最後が大学選び2科目で受験できる私立大学はニットコモ線マッチ。実用性高い記事が多いですね。実用性高いですねでも受験生にとってはかなり有用な情報ですよね。つい見たくなっちゃうタイトルですねこれはね、はい、うんうん、なるほど。清水さんちなみにどれ見たいですか一番。補欠合格ですかね。いやこれ ね去年私がねこれ出しましたよね、はい、YouTube でも話しましたね、うん、実際体感こんなぐらいかなっていう話で、うんうんうん、意外と大学の名前と繰り上がり率関係ないよみたいな。そうですね、うん、特に2021年度入試は補欠合格で受かっていく、うん、まあ、生徒であったり受験生かなりいたんじゃないかなと思うので。だいぶ多かったよね。そうですね、4月ぐらいまであったよね3月の末になってから慶応受かりましたとか全然あったので、うん、これは確かに、まあ、いい記事なんじゃないかなと思いますね、はい、続いて2つ目の校舎が、福岡県にある大橋校。大橋、はい、うん、はい、じゃあこの記事3つ、はい、ドン。受験生必見、大学に出願する時の封筒ってどう書けばいいの。これは気になる、うん、はい、次。立命、立命館大学の補欠合格追加合格って通知はいつ。これも確かに、うん、気になる、はい、はい、で最後が、チリエチリビーって何が違うの、受験でおすすめなのはどっち、というね。まあこの3記事が大橋校だと結構人気だと。いや一番上がめっちゃ実用性高いね。共通テストの出願の書類どうやって書いたらいいですかとか、ここの住所ってこの詰め方で大丈夫ですかとかね、うん、結構気になりますよね。なんなら願書持ってない人とかいるからね。もう保護者面談とかも含めてやるんですけど、あの手続きしっかりできない受験生ダメなんですよ、うん、まあ当然そもそも申し込み忘れちゃったら受けられないんで、ね、そうですね、はい、僕だって入学金を払い忘れて貸してくれって言われたことあります。やばいですね。やばいですね、はい、はい、まあ、親御さんが見てくれる場合もあると思うんですけど、大学受験生だったらね自分のことはしっかり自分で見てほしいなと。なのでこういう記事も、ぜひ参考にしてほしいなと思いますね。では続いて3つ目、はい、中野校ですね、東京ですね、うん、はい、はい、じゃあ記事表示したいと思います。こちらです。1記事目、大学軍4校大とはランキング形式で偏差値や学費比べてみた、うん、なるほど、はい、2つ目が獣医学部のある大学ってどこ、偏差値学費、現役獣医学生が教えますと。なるほど、なるほど、確かに獣医学部はどこにあるか分かりづらい、確かに、うん、3個目が、真剣模試を舐めていい人いけない人惜しいと。なるほどね、はい、これはね全部気になる。獣医学部は特にね、獣医学部じゃなくて学科だったりするからね。あ、そうですね、農学部獣医学科とか、はいはいはい、共同獣医とかあったりするからね、はい、結構難しいんですよ。真剣もし舐めていい人いけない人でも面白くないですか、うん、確かに舐めていい人いんのかって話だけどね、まあ、よくね、あの真剣もしは簡単だって言われますけど、うん、その簡単の度合いもね人によるよね、まあ、あと偏差値の出方と問題の難易度はまたちょっと違う話だからね。そうですね、っていう話ですからね。気になった人はぜひこちらも読んでみてください、はい、で続いて4位が、まあ、これも東京の代々木校ですね、はいはい、ぜひ代々木校の記事紹介していきましょう。こちら、一つ目の記事が、最新版高学歴 YouTuber って誰がいるの、出身大学まとめと。確かにね、 YouTube 高学歴の人増えてきましたからね。ある意味武田塾チャンネルで高田先生もね、まあ確かに高学歴 YouTuber か、高学歴 YouTuber なのかな、うんうん、で二つ目が、2020年版都立高校の偏差値、青春ができるおすすめランキングを紹介。青春ができるどういうことだっつって楽しそうなところなのかな、はい、ちょっとどういう記事なのか気になるの我が母校都立青山は何なのかって気になるところだ、ね、僕みたいにですね、女子と男子の比率1対4というね、はい、一見すると楽しいけど実質上はやばい、ダメです、あ、ほぼ女子が4です。あ、そうなんですよ、それもいいんじゃないですかって思うでしょ、はい、その状況になったと思ってみてください、はい、自分の周り8方向が女子なんですよ席替えで
ちょっとあの空気感がね、あの、はい、しんどいかもしれないですね。数字だけで見たら楽しいけど実像を見たら全然楽しくない感じです、はい、ということもあるので、はい、青春ができるところは僕は知りたいですね、これ。はい、はい、あのこれからね高校選びする人はぜひ見てみてください、はい、3つ目が、共通テスト英語の対策問題書の難易度はおすすめは、教科書は Z 回寸大河合塾とね。うん、確かにこれも気になりますね、はい、これは武田塾っぽいですよ ね、うん、はい、ねまた今年の最新版出ると思いますけど、まあ、またね、うん、結構やっぱ全部刷新されてるんで、はい、これもね動画でもやっていきたいと思いますが、うん、まあ、気になった方は見てみてください、はいはい、そして5つ目、これはですね田梨校、まあ、伊関先生が、はい、やってる校舎ですね、はいはい、じゃあ記事表示しましょう。こちら1記事目が、最新版2021年度、早稲田大学で受かりやすい入りやすい穴場学部は徹底分析します。気になる、うん、2つ目、2021年版慶応義塾大学受かりやすい入りやすい穴場学部。3つ目、最新版2021年度マンチの穴場5世受かりやすい狙い目学部の情報大公開、武田塾楽しこう。全部同じじゃねえかってですね。確かに気になるけどね、気になるけど、もう確かにそれは見るわって話だね。穴場は狙いたくなる、うん、確かにね重要なんですよ、あのね、うん、受験ってやっぱり結果的に、まあ、できれば看板学部、できれば難易度高いとこっていうのはみんな憧れるんですけど、そう言ってもやっぱり受かってなんぼの受験なので、穴場はどこかなっていう探したくなる受験生心理はありますよね。あのね、これ結構大事なのが受かりやすい理由なんですよね。おお、はい、配点がどうこうとか、うんうん、出題形式がどうこうみたいな、はい、自分の得意不得意に関わってくる話が実は穴場学部とかの中にあったりするわけなんですよ、はい、例えば英語苦手でも入りやすい総計ってどこなんだろうとかね、そういうあたりが結構情報として必要だったりするから、はい、単純に大学名学部名だけを知るだけじゃなくて、なんでそこが入りやすいのかっていう情報がすごく大事だったりするんで、はい、そういう意味でね見とくと結構いいことあると思います、ね、まあ、戦略を立てる参考にしてもらうと、うん、同じ実力でも受かりやすい可能性が上がると、うん、でもこの3つの記事は全部同じ人が読んでるくさいですね。ポチポチポチ関連記事つってやってるそうです、ね、ありえる、はい、はい、ということで以上15記事分簡単に紹介してまいりましたが、はい、まあね、もしね皆さんもなんかこの校舎のこの記事読んで面白かったよみたいなのがあったらね、はい、まあ、今後もちょっとできれば紹介していきたいと思うんですが、うん、なんか自分が興味あった記事とかね、うん、あとは、まあ、チャンネルの動画でもいいですよ。なんかチャンネルの動画でこの内容は結構自分の中では結構ストライクだったみたいな内容とかあったらね、はいはいはい、ひょっとしたらまあ最新版また上げるかもしれないんで、需要があればね、よかったらね面白かったと思うもの上げてもらえればと思います、うん、はい、まあ、YouTube ブログ頑張って更新してまいりますので、うん、ぜひコメントをお願いします、はい、今回は以上です。武田塾に入会金無料で1ヶ月通える夏だけ武田、今年もスタートしました。なんと今年は新コースと全国どこからでもお茶の水本校の講師に質問できる新サービスが登場します。詳細は概要欄から。